浜大津アーカスは、京阪電気鉄道と琵琶湖ホテルが、琵琶湖浜大津駅近くに作った複合型商業施設。1998年4月23日に、アミューズメント棟が開業し、同年10月1日に、琵琶湖ホテルが開業した。京阪レイクセンターの跡地に建設された。所在地は、大津市浜町2-1。1 敷地面積32,033平方メートル。他に屋外駐車場4,582平方メートル。駐車台数は約700台。1996年10月14日に寄港し、1998年4月23日にアミューズメント棟が開業し、同年10月1日にビワコホテルが開業した。アメリカの シーザー・アペリアンド・アソシエーツ建築事務所によりデザインされた琵琶湖の波と山並みのうねりを表現した曲線を多用し琵琶湖に向けてデッキが作られた建物である。地上5階建てのべ床面積19800平方メートル。開業時点では4階に東方シネマズの運営する浜大津アーカスシネマが中核施設として入居していたが、 2007年12月5日に地場資本への売却が発表され、オーツ・アレックス・シネマとなった。2010年3月20日に湖の駅が開業した。2014年3月に当時のテナント11店舗のうち7店舗が撤退し、同年4月から改装工事に入り、同年10月3日にラウンドワンスタジアムが開業した。このラウンドワンスタジアムの開業時点では、 2階と3階には、スポーツ体験施設、スポッチャ、4階には、ボーリング場が開設された。ABC、新施設で、各機期体浜大津アーカス、来月3日、新装開業。朝日新聞、ピアニッシも、長官氏が版。ABC、若者に照準初日から賑わう、浜大津アーカスオープン、京阪電鉄の複合娯楽施設。 京都新聞、ピアニッシモも、長官氏が版 ABCD、小岩に新都心が出現、琵琶湖ホテルオープン。山経新聞、ピアニッシモも、長官10、AB、若者に精順初日からにぎわう、浜大津アーカスオープン。京阪電鉄の複合娯楽施設。京都新聞、ピアニッシモも、長官29、建物に、琵琶湖のさざ波背後の山並みイメージ来月1日オープン。 ビワコホテル。朝日新聞、ピアニッシモ、長官詩が番。旧ビワコホテルの完成昭和9年10月25日、ふるさと昭和詩ビデオ。京都新聞、ピアニッシモ、長官26、小眼に、遊びの電動複合映画館備える、浜大津アーカス23日オープン大津。京都新聞、ピアニッシモ、長官詩が番。浜大津アーカス自場会社に売却東宝シネマズ。 京都新聞、ピアニッシモも、長官詩が版。AB、大津港に、湖の駅名産販売や、特産品飲食。読売新聞、ピアニッシモも、長官詩が版。AB、11点中7点来月末、撤退シネコンなど、営業継続アミューズムネアーカス。読売新聞、ピアニッシモも、長官詩が版。ABCD、浜大津アーカス、スポーツ体験施設。 来月3日に改装オープン。毎日新聞、ピアニッシも、長官氏が番。地下鉄乗り入れ始まる路面走る電車も、一新浜大津大城栄長官警犯警信線。朝日新聞、ピアニッシも、長官氏が番。湖畔のオペラハウス琵琶湖ホールオープン。毎日新聞、ピアニッシも、夕刊さん完成は9年秋以降、大津市立渚公園内の、 琵琶湖ホール当初予定遅れる。京都新聞、ピアニッシも、長官さんリゾート時代の新名所オーツプリンスホテル今日開業。朝日新聞、ピアニッシも、長官氏が番。ありがとうございます。